はい、中年オタッキーです。ちょっとね、風邪をひいておりまして、いつもにも増してちょっとガラガラ声になってしまうんですけど、申し訳ないです。なんかね、今日からおかしいなと思ったら、どうやら、風邪をひいているみたいでして、そんな感じでね、まあいろいろ、まずはね、カメラプレゼント今回ね、予定しておったんですけども、またまたね、その大災害というか、もう未曾有のね、災害ですよね。台風19号ですか、あれ雨台風だったんですね。まあ風もそこそこ強かったんだろうけど、あの勢力でね、風速40メートル前後ということで、雨にそのエネルギーがメインに行っちゃったみたいで、ものすごい雨になりましたね。で、避難してる方とかたくさんおられまして、多分ね、現状でね、YouTube をできないっていう人もたくさんおられると思うんでね、今回はね、カメラプレゼントはまたまた延期になりました。別にね、あげたくないわけじゃないんですよ。もうこれ全然使ってないんでね、ぜひ活用してほしいんですけど、まあちょっと延期いたします。はい、じゃあね、でね、今日の動画ね、本当はこいつを紹介する予定だったんですね。なぜかというと、こいつあんまりいい写真が撮れあんまりいい写真が撮れてないんで、カメラプレゼントの時のその、まあ、ネタ程度に、行こうと思ってたんですけど、まあいい写真が撮れてないんで、ちょっとこいつは今回は、やめといて、こっち行きます。これね、オリンパスの L1 を紹介してまいります。はい、それでは動画スタートしてまいります。はい、このオリンパス L1 なんですけども、以前ね、L10 っていうね、カメラをね、紹介させてもらったと思うんですけども、完全にその類です、ブリッジカメラっていうものになりますね。もうレンズは固定式なんですけど、構造はね、一眼レフです。で、レンズがね、35135か、F4.5 から5.6 っていうね、レンズ、随行のズームレンズが、内蔵されておりまして、ご覧のようにね、ポップアップ式のストロボも、ついておりまして、オールインワンになってます。で、L10 とね、大きく違うところは、L10 はね、ほぼ、プログラムモード専用機だったのに対して、こいつはね、ちょっと本格派です。マニュアルもちゃんと選択できるということに、なってまいります。で、まあ、使い勝手なんですけども、まずね、結構でかくて重いです。ちょうどここにね、オリンパスの OM10 がありますけど、まあでかいんですね。でかくて重くて、で、これ一応ね、ショルダーストラップもあるんでしょうけど、引っ掛けがね、なんか純正しか引っ掛けれないみたいな感じで、もう純正のストラップなんかも探すのが困難なんで、これついてるね、ワンハンドストラップで、使ってますけど、使い勝手は良くなかったですね。で、まず画質なんですけども、今回ね、コダックゴールド200っていうカラーネガ、フィルムを使って撮影してまいりました。で、ザザザッとね、ちょっと作例をね、7枚かな7枚ほど、紹介させていただきます。それでは作例先に行きます。作例ね、ご覧いただけましたかね。これね、なかなかですね、このカメラ。これ作例にはないんですけど、スターバックスの写真を撮ったんですけど、これ かなりスケールアップしてもね、解像度が落ちないですね。
解像度が素晴らしいって、これズームレンズですからね、それも4倍、約4倍のズーム比でこの解像度、で色味も悪くないですし、ボケもね自然なんですね。だって高解像度のズームレンズって言ったらボケがざわついたりするんですけど、葉っぱがねあの光に照らされてる写真、見ていただければ分かるようにボケも非常に自然です。でこれ ED レンズって言って、まあ、低反射ガラスを採用しているレンズで、あまり売れてないカメラになるみたい。1990年に発売されて、L2、L3 とね発展していくその一番最初のやつなんですけど、ちょっとオートフォーカスの速度が遅かったりね、フォーカスが甘かったりするんで注意が必要になりますけどね、あの描写はねものすごくいいです。オリンパスさんね、まあ昔からね本体よりもそのレンズに力を入れると、そういう傾向が強いですけども、このレンズもね、このカメラもその非常にねいい、レンズがついております。で L2 もね同じレンズ、 L3 はちょっと調べてないからはっきりわかんないですけど同じレンズがついておりまして、他にもねブログとかでね非常に描写がいいということで、紹介されてる方がいらっしゃいますんでね、そちらも参考にしていただければと思います。でね最大の欠点はねフィルム質です。もうとにかくね恐ろしくフィルムが装填しにくいです。ここにフィルムを入れまして、ここに差し込むんですけど、通常ね、本体の方にね、フィルムを巻くじゃないですか。これね、裏蓋の方にフィルムを収納するんですね。で、セットして、蓋を閉めようとすると、このフィルムが押されてパトローネが浮くんです。で、蓋が閉まらない。もう何回も、これね、フィルム装填するのにね初めてっていうこともありまして、30分ぐらいかかりました。本当ですよ、本当にね30分ぐらいかかりました。非常にフィルムは装填しにくいです。まあねそういう弱点を持っていることは持っているんですけども、それを補ってあまりあるぐらいね画質はよろしいです。でプログラムオートで撮ってもね全然、いい感じで撮れますし、こだわりがあるね絵作りをしたいんだったらね、マニュアルで撮ってもいいと思います。で ESP 速攻って言ってね今回はねほとんどプログラムで撮ってます。で逆光で撮ってもね結構ね正確な速攻をしているように見えます。でこれぜひねリバーサルフィルムでもね撮ってみたいなっていう気にもなりました。なかなかチャンスがないんですけどね、チャンスがあればリバーサルフィルムでも撮ってみたいと思うんですけど、もうリバーサルで撮りたい、こいつもねリバーサルでこの、ヤシカエレクトロ 35GS も、リバーサルで撮りたいフィルムカメラがもうたくさんになってきちゃって、たくさんのカメラ使ってますんでね、時間も写真を撮る時間もなかなかないですし、相変わらずね同僚を引っ張って走ってるんでね写真を撮る時間がなくて、なんか適当に集中的にバババババッと撮ってるんで適当な写真になっちゃってるんですけどね。でさらにね今日アクシデントが起きまして、あれどこ行ったかな、和高さんにね、いただいたなんだっけ、オリンパスペンの FT、一眼レフタイプのねオリンパスペンを使ってて、そろそろ取り上がるなと思ったらバキッて言ってね、フィルムが巻き戻せなくなったんですね。フィルムローダーでね中古のパトローナにフィルムを、詰めてるんですけど、それがね外れちゃったみたいでね巻き戻せなくなって、で今それを調べるために車の中真っ暗にして調べて、パトローネだけ取り出して、これだパトローネだけ取り出したんですけど、撮影済みのフィルムはカメラボディに入ったままです。で光線漏れするとやばいって言うんで今バッグの中にカメラは、しまってあるんですけど、ただでさえね撮影する時間がないのにね、以前もねちょっと、現像失敗して
1本フィルムがパンになったりとかで、ね、なかなかね、ちょっと今動画作成がピンチになりつつあります。ネタがね、続かないようになってきそうかなという状況に陥っております。はい、今日の動画はねこんな感じなんですけども、頑張って写真撮るにもなかなか時間がない。今ね、まあ、こいつをメインで、撮ってますね。それとこれでも最近撮ってます。これ500円でねハードオフから救出した、カメラになりますし、でデジタル時代のレンズでねフィルムで撮ったらどんな写りをするのかっていうんで、この EOS55 でも最近撮っておりますがね、ちょっと欲張りすぎなのかな。オリンパスのね OM10 もね早くテストしたいんですけど、時間がありませんし、和田さんにいただいたねカメラもね、あと、コニカレコーダーかなで、撮ってもいます。まあ今日の動画はそんな感じです。あと恒例のね、視聴者様の、写真の紹介を言ってみたいと思います。一番最初が、誰だったっけ、夢旅人さんだったかな。あーどこ行ったか分かんねえ。夢旅人さんの、写真の、紹介をしてまいります。それでは、どうぞ。はい、夢旅人さんのね、1枚目が、これお寺さんの写真で、EOS1N、レンズがね、EF281353.5 から 5.6ISUSM、で撮られております。ちょっとこう曇りの日なのかな、白っぽい空がね、ちょっと印象的に映っておりますね。で、2枚目は、デジタルですね、EOS6D。レンズが 50mm の F1.8、絞り優先 5.6、50分の1秒ということで、ややスローシャッターで、ややスローシャッターで撮っておられますね。木漏れ日が、入る、なんですか、登山道っていうかね、散策道っていうんですか、緑が綺麗に撮れておりますね。はい、写真撮影ありがとうございます。次はね、落合さんの写真を紹介します。はい、落合さんの写真、これ月ですね。ラオスで撮った、月になります。まあ月なんてどこでも一緒っていう人もいるかもしれないですけどね、多分ね、これ日本で撮るよりね綺麗に撮れてると思いますね。空気が澄んでるんでしょうね。で、撮影データは、オリンパスの EM52、MZ1 個12から200、F3.5 から 6.3、200mm 最大望遠 F8、ISO200、500分の1秒、500分の1秒の ISO200 でこんな撮れるんですね。トリミングして明るさを調整しているということで、まあダイナミックレンジでカバーしてるんでしょうけども、綺麗に撮れてますね。びっくりです。はい、次参りましょうか。次はね、トシキューさん、1トシキューさんかな、の写真の、紹介をしてまいります。はい、1都市9さんの写真、中古カメラの試写ですね。こんなんばっかりですけどね、いや、何の綺麗に撮れておりますよ。ニコン EM AI50mm F1.4S、コダックゴールド200で、スキャナーがエプソン GTX830 ですね。まあ、この写真なんですけども、まあ、こっちか、この写真なんですけども、ニコンのレンズってね、解像度は高いけど背景がざわつくっていうイメージが
僕にはあったんですけど、そのイメージが吹っ飛ばされました。自然にね、綺麗に、背景がぼけてますね。はい、2枚目の方もね、背景綺麗にぼけてますね。解像度の高さはね、折り紙付きのニコンのレンズ、背景がこんなに綺麗にぼけられたらもう他のレンズ選べないですね。綺麗に撮れております。はい、次はね、ミッシェルさんの写真を紹介したいと思います。はい、ミッシェルさんの写真ね、これね、ペンタックスの MX にね、XR リケノン 50mmF2 を、つけて富士の記録用の100で撮ってるみたいなんですけどもね、崩れかけの小屋を撮影したということなんで、これ驚きなのが解像度なんですね。これリケノンのレンズすごいですね。なかなか改造してます。リケノンのレンズね、ちょっと使ってみたくなりました。ちょっと詳しく調べてみたくなりましたね。リケノンの 50mm ってどこが作ってるんだろう。なかなか綺麗に撮れておりますね。びっくりです。はい、今日はね、視聴者様の、写真は4名の方がね、投稿して、いただきました。お一人様ね、2枚上限、1回あたりの紹介2枚上限で、紹介してまいりますのでね、我こそはと思う方はね、ぜひぜひね、投稿していただければと思います。はい、でね、次の動画ですけど、次の動画ね、次の動画に間に合わせるためにね、ペン FT の写真を頑張って、撮ってたんですけども、ちょっとパトローネがトラブって、もしかしたらダメになっちゃうかもしんないかな。コニカエルは間に合わないだろうし、どうしようかなまあそんなわけでね、ひょっとしたら紹介するものがないかもしれませんが、次の動画は、もしかしたら雑談とかになっていくかもしれないですね。はい、今日の動画はそんな感じです。台風ね、災害、遭われた方ね、この動画を見てる方もまだ見れない方もね、本当にね、大変だと思うんですけどね、頑張っていただければと思います。生きている限りはね、必ずね、いいことがあります。亡くなった方はね、本当に残念ですけどね、亡くなった方の分までね、みんなで頑張って、明るい未来に進んでいきたいと思います。はい、今日の動画はこんな感じです。次の動画はそんなわけで未定です。はい、ではまた、次の動画までお待ちください。チャンネル登録ね、確かこの辺だね、この辺のカメラマークのところでね、チャンネル登録、出てまいりますので、よろしかったらチャンネル登録お願いします。はい、それではまた、最後まで見ていただきありがとうございました。それではまた、頑張って風邪治します。